ずは審査員にウォーキングを披露しましょう。お一人ずつウォーキングいたします。はい、それでは5名の皆さんはエントリーナンバー20番青木由美香さん24歳です。日本人のいいところは平和を愛し思いやりがあることだと思います。大学在学時に9カ国の国を訪れ、そこでは楽しい体験もあった反面、怖い体験もたくさんありました。そこで日本という国の素晴らしさを改めて実感しました。ミス日本の活動を通して改めて日本の素晴らしさを見つめ直し、自分自身を内面から磨き上げ、洗練された女性になりたいです。よろしくお願いします。第47回ミス日本コンテスト2015東日本地区審査の合格者を発表いたします。7人目はエントリーナンバー20番青木由美香さんです。おめでとうございます。頂上東日本地区代表青木由美香殿、おめでとうございます。お願いします。皆さん笑顔です。すいません。だんだん後半の番号が呼ばれるにつれてすごいドキドキしてたんですけど、20番って聞いた時、まさかって思ってすごく嬉しかったです。ずっとバドミントン部に所属していたので打ち方をやりたいと思います。はい、好きなタイプは真面目な人が好きです。真面目に一途に思ってくれて、でもやっぱり面白い、なんかオンオフのある人が好きです。